リンクパビリオンへお越しの皆さん、ちょ待って、早いちょ待って、こんにちはって言ってからでお願いします。リンクパビリオンへお越しの皆さん、こんにちは。バッチリです、ありがとうございます。びっくりした、早いなと思って、ありがとうございます。改めまして、平山奈美と言います。このリンクパピリオさんではトリコロールさんと私、平山奈美が、レギュラー出演させていただいておりまして、毎月、ライブをさせていただいております。今日はエクストさんをゲストにお迎えして3組でお届けしていきたいなと思いますので、ぜひ平成最後のライブ楽しんでいただけたらなと思います。最後までよろしくお願いします。それでは平成最後、平成最後と、もう本当にね、みんなが言ってると思いますが、私もライブで何度この平成最後という言葉を口にするか分かりませんが、ぜひとも一緒に楽しんでいきましょう。タオルをご準備してください。多分今日の出演者は全員物販にタオルが並んでると思います。どなたのタオルでも構いません。ぜひ一緒に回していただけたらなと思います。それではチョコチョコチョコレート、チョコ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 レート、チョコ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 レート、みんなが大好き、おいしいチョコレート。ありがとうございます。平成最後ですよ皆さん、今年一番の盛り上がりを見せてください。メキシコ先住民が発見してくれたチョコレート、カカオの木は神様からの贈り物と呼ばれてた。実は今の原因にはなりにくいチョコレート、アルコールによる胃の負担を抑えてくれるチョコレート。嫌なことばかりなこんな日は、気の済むまでチョコレートを食べてやろう。さあ皆さんご一緒にお願いします。チョコ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 レート、チョコレート、チョコレートみたいに甘くて優しくて、みんなを助ける力になりたい。食べたい、食べたくなる。ありがとう。集中力がなくなってきたらチョコレート、ネガティブからポジティブになるチョコレート、カカオポリフェノルをたくさん含むチョコレート、それが悪い病気の働きを抑えるよ。虫歯になるのは嫌だけど、気の済むまでチョコレートを食べてやろう。チョコ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 レート、チョコ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 レート、ストレスが溜まったらとりあえず食べよう。チョコ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 レート、チョコレートみたいに甘くて優しくて、みんなを助ける力になりたい。一瞬で溶けちゃうけど、一瞬で幸せにする、この優しさのかけら、奇跡の食べ物だ。チョコ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 レート、チョコ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 レート、ストレスが溜まったらとりあえず食べよう。チョコ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 レート、チョコレートみたいに甘くて優しくて、みんなを助ける力になりたい。チョコ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 レート、みんなが大好き、おいしいチョコレート。さあまだまだいきたいなと思います。まだまだタオルを一緒に回していただきたいなと思います。続いては時間がない、
がありすぎてうずうずしてるの。全然いけないのよ、これが現実だ。時間がない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 から、今しかないから、同じように過ぎてくなら笑っていいよね。時間がない、時間がない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 から、笑顔見たいから、この素晴らしい物語また刻んでこで、最後ということでテンションも上がりますが、ぜひとも皆さん一緒にテンションをぶち上げてライブを楽しんでいただけたらなと思います。改めまして平山奈美と言います。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。平成最後に皆さんの大きな声援を聞けてすごく嬉しいなと思っております。リンクパピリオさんでは平成、本当に何度も、ライブをさせていただきまして、トリコロールさんが初めてここでやられた時に、呼んでいただいたのがきっかけで、私も毎月出演させていただけることになりました。あのトリコロールさんには本当に感謝でいっぱいなんですけれども、今日はエクストさんをゲストにお呼びして、ライブをさせていただいております。エクストさんにも本当に私がライブを始めた当初、もう22歳、1歳ぐらいの頃から本当にお世話になっておりまして、まだまだお客さんもいない私をライブに呼んでくださったりとか、もう本当にね、昔からよくしていただいている大先輩なんですけれども、そんな3組でお届けすることができてすごく嬉しいなと思っております。まあ、早速私がこう衣装に着替えて、ここで待ってたら、ファッションリーダーの渋谷さんが、いや、この床の赤の色にこの衣装はあかんやろってめっちゃダメ出しされましたけれども、認められるようにファッション考えてこないといけないなと思っております。ぜひともね、そんな私2ステージ目はまた衣装も変わると思いますので、多分ね、私今思ったんですけれども、次の服も多分言われると思う。赤と合ってない服選んできてしまったなと思います。ぜひともそんな衣装も楽しみにしていただけたらなと思います。それでは続いての曲は、あ、どうしようかな、まあいいや、続いての曲はアルバムの中から1曲、あなたのままでという曲をお届けしたいなと思います。私は平成2年に生まれまして、平成生まれなので昭和をあまり知らないんですけれども、まあ、テレビとか、音楽も昭和の歌って、平成より私結構好きで、もう私の歌を作ってるのが今日音響してくださってるプロデューサーの笹具さんなので、まあちょっと若干昭和チックな歌やなってたまに言われるんですけれども。
でも昭和が悪いとか何も言ってないんで、そうそう、昭和が好きで、私も昭和の音楽好きでよく聴いてるんですけれども、昨日もちょっとお聞きしたんですけれども、平成と昭和、どちらが皆さん好きですかって、プロデューサーは絶対昭和の方が良かったって いつも言ってはるんですけど、昭和の方が良かったって思う人はどれぐらいいらっしゃいますか？あ、でも、平成の方がいいですよね、皆さん。平成の方がちょっと多かった、嬉しい。昨日は半々ぐらいだったんですけれども、まあ昭和も平成も本当にいろんなことがあったと思いますが、令和はどんな年になるのかなと私は楽しみでいっぱいです。平成の平山奈美以上に令和頑張っていきたいなと思いますので、ぜひとも応援していただけたらなと思います。平成で音楽を始めて、いろんな経験をさせてもらって、本当に落ち込むことも何度もありましたが、皆さんが背中を押してくださって今日もこうして歌うことができています。昔すごくネガティブで自分のことがすごく好きになれなかったんですけれども、音楽を通して少しずつですが自分に自信を持っていけるように、自信を持てるようになってきました。これからは自分を認めてあげて、そして音楽と向き合っていけたらなと思っております。そんな自分に向けて書いたあなたのままでという曲を聴いてください。努力したのに報われない、自分を責めてばかりいた。描いてた未来は遠くて動けなくてただ泣いてた。ただひたすら歩いてきたよ。今もゴールは遠くて不安で前が見えなくて何度も逃げ出そうとした。誰かの望むあなたじゃなくていいんだよ。ありのままでいいよ。戦ってるなら負けたっていいんだよ。その涙がきっと今のあなたを強くする。一人で戦ってるんじゃない、誰の気づけばたくさんの思いが私の心を支えてくれた。この小さなぬくもりさえ消えてしまいそうなあなたへ、またその笑顔を見れるようにあなたのそばで歌うから。誰かの望むあなたじゃなくていいんだよ。無理なんてしない、ありのままでいいよ。戦ってるなら負けたっていいんだよ。その涙がきっと今のあなたを強くする。乗り越えた壁はいつか盾となり、優しくあなたを守ってくれるから。あなたが信じた道ならそれでいいんだよ。飾らないあなたが一番輝いてる。戦ってるならまた優しくなれるよ。その笑顔がきっと今のあなたを強くする。ありがとうございます。あなたのままでという曲をアルバムの中からお届けいたしました。次の曲で平山奈美早いものでワンステージ目最後の曲になります。
声が出てるんでしょうか。皆さん、平成はストレスがいっぱい溜まってましたか。ありがとうございます。私のライブでストレスを発散して、今日平成最後の日を楽しく終えられるように皆さんと最後まで楽しんでいきたいなと思っております。最後の曲に行く前に少しだけお知らせがありまして、もう最近ではずっと言わせていただいておりますが、去年から毎月大阪でワンマンライブをさせていただけるようになりました。今5月12日と6月8日のチケット販売中です。今年も定期ワンマンライブ毎月、1回大阪でワンマンライブができるようになって本当に嬉しいなと思っております。この今年の定期ワンマンライブ、毎月の定期ワンマンライブが人が入らなくなったらきっと来年はないと思いますので、ぜひとも皆さんお力を貸していただけたらなと思います。ぜひ5月6月チケット、応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてこの後登場されるトリコロールさんとツーマンライブが決定いたしました。ありがとうございます。もう本当にね、たくさんの方からトリコロールさんとツーマンやってよっていう声をいただいておりまして、なんとか7月21日に、開催されることが決定いたしました。皆さんのお声のおかげで、決まったので、ぜひともみんな言ってくれた方全員来てよ。それでこんかったらびっくりするからね。7月21日、トリコロールさんと平山奈美のツーマンがあります。そのチケットの先行予約が明日5月1日の21時から始まります。今回は私でチケットを買ってくださる方も、先行予約はトリコロールさんのアドレスの方に送ってほしいんですよ。私にいつも先行予約をしてくださってる方はお間違いないようにトリコロールさんのアドレスに送っていただけたらなと思います。ぜひとも明日から21時から始まりますので、ぜひとも先行予約たくさんお待ちしております。よろしくお願いします。そしてもういろいろちょっと告知とかお知らせとかさせてもらって申し訳ないんですけども、リンクパピリオで恒例のポスターを販売しておりまして、今日限定、今日しか販売できないポスターとなっております。こちらはエクストさんも平山奈美もトリコロールさんも10枚ずつあります。売り切れ次第終了となりますので、ぜひともポスターゲットしていただけたらなと思います。エクストさんのもありますからね、ぜひとも皆さん700円になります。ぜひともよろしくお願いします。そしてちょっとねこれはちょっとある方が作ってきてくださったんですけれども、いりますか皆さん。これ南さんに早速見せたら、これなんぼで売るん、100円って言ってました。500円で販売します。ぜひとも皆さん、私エクストさんと私とトリコロールさんよりも200円安い500円で販売しますので、ぜひとも受け取っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。これをちょっと宣伝しろと言われたので。ということで最後の曲いきたいなと思います。私の平成とても一番お世話になった曲をお届けしたいなと思います。大丈夫という曲を最後に聴いてください。心配しないで
ないで何度も何度でもあなたに伝えるよ、あなたらしく行こう、いつもそばにいるよ、大丈夫。できないことが増えていき、気づけば夢が遠くなった。たった一度きりの人生、自分の道歩けてるのか。泣いて笑っての日々、立ち止まっていいから、迷いながら歩こう、私が支えるから。何度も何度でもあなたに伝えるよ、間違ってないから、まだ諦めないで。何度も何度でもあなたに伝えるよ、あなたらしく行こう、いつもそばに。あなたがあなたでいられる場所がここでありますように、いつも味方だよ。何度も何度でもあなたに伝えるよ、本当は弱くない、私は知ってるよ。何度も何度でもあなたに伝えるよ、この魔法の言葉、いつも大丈夫。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。この後トリコロールさんが登場されますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。平山奈美でした。